さん、なかなかファンキーな人が来たらしいじゃないですか多分ね僕ね絶対っていう言葉あるじゃないですかあれって多分ね絶対っていう信念を形成したいんだと思いますね絶対っていう信念をでその絶対っていうのはどこから生まれるのかっていうと多分ねその人の切り取り方からの絶対なんですよ その人のの人切り切り取り方の例えば、まあ、また堀江さん出てくるんですけど堀江さん結構ありがとうございますだ堀江さんでね車は絶対の車は乗らないっていうねにはうーんどこを切り取ってるかっていうと事故した時のリスクを切り取って乗らないと思うんですよでも僕は車を乗ってる楽しいっていうところを切り取ってるからあの車は楽しいってだからパチンコの話もね パチンコをすると、借金まみれになる、ギャンブル中毒になるっていうところを切り取る人が、切り取れば、まあ、やらないだろうし。でも、パチンコをしてるのは楽しいみたいなね。前ね、昔、その生でダラダラ行かせてたかな。トンネルスって、和田明子と両山泊みたいななんか、ね、<laughs> 和田明子めっちゃ好きみたいなね。パチンコめっちゃ好きみたいな。昔のテレビは、なんかタバコ吸ってもなんかあれだったんで、タバコ吸いながら多分、明子さんがやってたようなんか映像がね。 なんか思い出したんですけど、うん、なんかまあ切り取り方じゃないですかで今風で言うならば切り取り動画っていうのはひろゆきさんの,ひろあの切り取り動画っていうのは出てきてみんな切り取りやるんだけども切り取りでも儲かる人と儲からない人がいるっていう、ね、だから切り取り方ですよねその人のどこを切り取ってどのように加工するのかによって再生数が変わってしまうっていうだから人っていうのは人生っていうのは どこをこう見て切り取ってんのかっていうところが人生を形成してるんじゃないかなと思いますよね。うん。多分そうだと思いますね。まあ、それを数値化するんだったら切り取り動画ですね。もし切り取り動画が100%儲かるんであるならばあの全員儲かるはずだし。だって同じ,あの同じ人を切り取ってるわけじゃないですか。同じ人を切り取ってるんで。 でも同じ人を切り取ってるんだけど切り取る部分が違ったりとかカスタムサムネイルとかタイトルの付け方その,その動画を切り取ってどのようにその感じてタイトルをつけるかによってその切り取ったやつをどのように感じてどのようにカスタムサムネイルをつけるのかっていうことで変わってくるし、うん、そうあそうそうだからそのひろゆきさんの話ですけど なんかね、アメバ TV だったかななんかその、ひろゆきさんの切り取り動画をしてる二人のゲストがね、そのアメバ TV かなんかに出てて、一人はね、なんで切り取り動画をしてるかっていうと、ひろゆきさんの思考、あの思考マインドを広げたいんだっていうね、いう人で、もう一人は、いや、儲かるからって言ってね組織、組織的にやってるっていう、まあ、の外注化してガンガン回してると。で、もう一人の人は、 ある一人はひろゆきさんが好きでその思想を広めたいっていう思いでやっててでもう一人の人は儲かるからやってるとで組織的にあの外注化してると分回してると、うん、なん面白いなと思ったんですけど <laughs> そのエフクスは絶対儲からない、うんまあ、絶対儲からないんだったら世の中で絶対儲からないんだったら多分 FX という商品が存続できないですよね。だって絶対儲からないわけじゃないですか <laughs>。だって誰がやっても絶対儲かんないから、その商品が成り立たないですよね。<laughs> そもそも <laughs>。そもそも論として <laughs>。だって誰がやっても絶対勝てないでしょ誰がやっても絶対勝てない。負ける、負ける、負ける。誰がやっても、世界中の誰がやっても負ける。え、その商品成り立ちます少なくとも FX、もう何,何十年も、まあちょっと歴史あると思うんですけど。 まあ誰かは勝ってますよね。間違いなく。その人は絶対儲かってないだけだって。<laughs> な切り取り方ですよね。その人から、その人はいろいろやってみたけど、俺は絶対儲からないっていうか、俺は儲からなかったから絶対儲からないみたいなね。うん、なんかそうそう、青白王子がね、ライブでね、なんか日本の証券講座は、<laughs> FX だったかなな,なんかあの、日本の証券講座でやると絶対儲からないみたいなね。ななぜならばそれは 日本の証券口座はその飲んでると。で、海外のやつの方が、まあその、ストレートでね、こう言ってるからいいんだけど、日本は一回この経由して飲んでるから、儲からないっていう話をしてたんだけども、まあ確かにそれは一理あると思います。まあ、一理あるんだけども、日本の証券口座、まあ、FXDMM とかあるじゃないですか。FXDMM とか、あとまあ、 他にもいろいろあると思いますけど、じゃあ絶対そんな FXDMM も使って、証券口座を使って儲かんないんだったら、FXDMM も多分存続できないと思うんですね。誰かは儲かってると思います。<laughs> FXDMM、FXDMM でね、証券口座を開設して FX をやりました。誰一人儲かりません。多分みんな解約するでしょうね。みんな <laughs>。うーん。 か誰かは儲かってると思いますよね。うん。だどこを切り取るか、だからその、日本の証券口座は、飲んでるよっていうところを切り取ったら、まあ、からないよねっていうふうなことになるだろうしたとえ飲んでたとしても、儲かってる人は多分いると思うんですよ。っていう切り取り方をするんだったら、まあ、絶対はないだろうし、でもその絶対っていうのは、多分、切り取り方かなと。 僕もだから僕は何だろうな、うん、一つ絶対がもしこの世に絶対があるとするならばあのその絶対って言ってる人も死ぬしそれを聞いてる僕も死ぬっていう今のところは <laughs> 今のところはシリみたいなね <laughs> なんかシリのなんかあるんですけどなんだっけなシリにんか質問するとなんか今のところは でもそれも時代が変わってなんかあの永遠の命っていうところになる可能性もありますしね、うん、少なくても寿命は伸びてるわけじゃないですか江戸時代に比べると多分平均寿命は伸びてるしそれは何でかっていうと医学の薬とか医学の発,展あの発達だと思うんですよ昔できなかった手術が今できたりとかねうんだからそれから今から100年200年経ったら まあ今絶対治せない病気も治せるかもしれないしそうなってくるとね病気になってもなんかっていうか病気にならないみたいなねだからもう映画として出てますけどなんかもうここになんかちっちゃいねロボットを埋め込んでなんか血管にちっちゃいロボットを埋め込んでそのなんかもうなんか勝手にそのロボットが体内でねあの なんか手術してくれるというかなんかやってくれるみたいな多分病気って多分病気もそうなんですけど多分めちゃめちゃ初期状態ですよねだからそのロボットを埋め込んでちっちゃいそのミクロミクロというかねなんかそれ埋め込んでもう初期状態で異変が,は異変が出た時にその w i f i かなんか通信でね今ここがちょっと症状出てますってなってすぐ分かれば多分治療できるんですよ で多分病気が治療できないってその悪化して例えばがんもなんかステージあると思うんですけどもうめちゃくちゃ末期まで行ってたらやっぱ医療は進んでてももう,もう死ぬ寸前みたいなとこまで行ったら治すのはきついかもしれないけどなんか再発してちょっと本当にちょっとのとこだったら多分治しやすいと思うんですよだからそれも医療が発達し,たしてないっていうところではなくいかに早く問題を 見つけられるか病気のその前兆を見つけられるかっていうところができればまたそれもそれで死なないだろうし死ぬリスクが非常に少なくなると思いますよね。うん。多分まああのー、よくそのなんだろうな九死に一生みたいなね。 なんか事故ったんんだけどな,なんかであったんだけども現場にいた人が応急処置してくれたから助かったみたいな結構そういう話あると思うんですけどその場で応急処置できたかできないか,なんか人工呼吸できたかできないかによって生存率が変わるとかね、うん、まあ今のところは絶対があるとしたらばそう言ってる人も死ぬしそれを聞いてる人も死ぬっていう。 それぐらいじゃないですかね。で、あとは、まあ、絶対っていう言葉を使うときは、それを信じたいということですね。絶対っていう。うん。絶対自分はこうであるっていうのを信じたい、信念を形成したいっていう、なんじゃないかなっていう。で、絶対っていうのは別に悪いことではないと思うんですよね。絶対こうであるっていうのは、一つなんか、あの、あってもいいと思いますし、何個もあってもいいと思いますし、ただ、 その信念を形成したとしても時代が変わればその絶対はなくなるっていう絶対も今は絶対だけど未来,の未来は絶対ではないっていうその臨機応変な絶対っていうのがいいんじゃないですか今は絶対だけどもなんか死っていうのは今のところは絶対死ぬんだけどもその100年後200年後を切り取った場合まあそれは生きてないけどもその絶対はなくなるかもしれないとうん 例えば今のところは、まあ、今のところはですよ例えば公園に行きました公園に水が多分これ絶対だと思うんですけど、まあ、全部調べてないんで分かんないですけど普通の公園になんか水とあるじゃないですか、うん、でその水になんか、うん、その有料化になってて お金を入れないと蛇口ひねって水が出てこないっていうのは日本多分ないのかなまあこれも分かんないですね全部,調べ全部調べてないんで分かんないですけどでも多分おおよそ絶対 <laughs> 公園行ってなんかお金入れないとその水が出ないっていうね僕のイメージとしては普通の公園があってその公園に水がこういうのがあってそこに全部なんかお金の収集する仕組みがあるのかっていうと多分あんまないと思うし、まあ、何が言いたいのかっていうと まあ日本は水がね、ただだよ、みたいなね。まあ、これ、堀江さんの話に通じるんですけど、堀江さんがね、日本はね、水がいいんだ、みたいなね。水がすごいと。そういうこと言ってたんですけど、水が豊富だと。日本には水があると。日本ぐらいだと。うん、まあ、確かにね、日本ぐらいでしょうね。その、水道水飲めるっていうのも、これも。中国で水道水飲むとか、多分、まあ、怖くて飲めないでしょうね。他の海外とかも。うん。 まあ今ね水道水も一応飲めるんだけどもまあ僕ミネラルウォーターこう飲んでますけどもまあ別に水道水飲めるわけですよだけどまあ買ってますけどそうまあ料理とかの味噌汁とか作る時はあの水道水使ってますよね僕はあのなんか味噌汁作る時も全部ミネラルウォーターでこう鍋にミネラルウォーター入れて作ってんのかっていうとそういうわけじゃないですけど それは水道水使うし、うんで。昔は水を買うっていう絶対はなかったですよね、多分おそらく。まあ、戦後、まあ、戦後まで行ったらね、水を買うありえないですよね。てか、水が売ってないですよね、多分どうなんだろうね。うん、こミネラルウォーターっていう概念自体があったのかな戦後ありましたかな多分あの、多分ないですよね。 広島であの核爆弾落とされた辺たりでミネラルウォーターを買うっていう多分ないんじゃないかな <laughs> 水を買うっていう <laughs> だ絶対っていろいろ変わりますよねだからなんかこの多分昔ね水を買うっていう習慣が多分日本人なかったんであとこれもあれですよあのあの マクドナルドを日本に持ってきた藤田伝さんの話ですけども、まあみんなが反対したんですよね。ハンバーグなんか食うわけねえじゃねえかみたいなね。ハンバーガー食うわけねえじゃねえか。日本人は米と味噌汁なんだみたいな。誰一人賛成しなかったらしいですけどね。マクドナルドを持ってくるときに。だけど今ね、マック普通に食ってますよね。昔なんか昔はね、絶対そんな食うわけないみたいなね。 そんな売れるわけないや絶対みたいなね。日本人はなぜならば日本人は米と味噌汁だと。これが主だと。これが主食の中に誰がハンバーガー食うねまと。まあ、食ったとしてもそう売り続けられんのみたいな。まあ、ずっと言いますね。<laughs> まあそのなんか興味本位で一回は食うかもしれないけど主食主そもそも主食主食主食,主食がご飯と味噌汁なんだから。 そのなんか、話題性で食ったとしても、主食に戻るでしょみたいな話ですよね。主食はご飯と味噌汁なんだから、日本人は、みたいな。それビジネス的にどうなのみたいなね。すぐ相当反対されたみたいですけど。まあ、今、マクドナルドみたいな、ずっとありますけどね。<laughs> だどこを切り取るかですね。藤田店さんはそこを切り取ってなかったんでしょうね。いや、これからは、ハンバーガーを日本人は食うと。 いうところをを未来日本あの世界はこう動くみたいな日本の文化はこう動くみたいなハン,ハンバーガーをなんか歩きながら食うっていうなんか未来をこう切り取ってたんでしょうね見えない他の人が見えないところを切り取ってたんじゃないかなと、うん、うだか僕はねやっぱね良かったなと思うのがいろいろ勉強してきて いろいろな,な切り取り方がやっぱできるようになったってことですね。多分ですよ、多分、その切り取り方ができないと、多分ですよ、堀江さんにそんな質問して意味あんのかって言われたときに、多分、いろんな切り取り方ができないと、なんだ、ふざけんなよ、みたいなね。いやいや、質問したんだから答えろよ、みたいなね。金払ってんだよ、みたいな。3万払ってんだよ、っていう。<laughs> なんかブチ切れる人もいるかもしれないいですねいやいや、3万払ってんだからあの質問したんですよみたいな。教えてくださいよみたいな。3万返せみたいなね。じゃあ、堀江さん、そそれなんかその質疑応答これ、意味はないじゃないですかみたいな <laughs> その悩み,悩,悩みを聞いて、悩みが好きですねみたいな。悩んでも意味ないよって言われたら、その質疑応答の意味ないじゃないですかと。 全部僕たちの悩みって堀江さんにとっては意味ないんだからそ失業との意味がないじゃないですか3万返せみたいなね <laughs> 確かに堀江さんにとっては僕たちの悩みっていうのは沈カすみたいなもんだけどもそれに悩んできてんだみたいなね堀江さんがそれ言ったらどうもうもないじゃないかと金返せみたいなね <laughs> っていう切り取り方もできちゃいますよね <laughs> だかからなんかねいろいろな切り取り方ができ,できるようになったんで僕はいいなっていう。でこの億万長者合宿も久保さんもそうなんですけど僕も久保さんもある程度いろんな切り取り方ができるのでだから永遠に話せるしだからそれが面白いんじゃないですかね。そう <laughs> そう確かにねあの久保さんが言う通りね僕がやっぱずっと会ったのがやっぱここの堀江さんなんですよ。確かになっていう。だからもう僕はでも今回そのズバッて言われて。 思ったのが、まあ、堀江さん卒業ですね、うん、僕の中でもただこれからも堀江さんの動向だったりとか話とかまあそういうのは聞くんだけどもなんかまあ一つ幕が降りたかなっていうその昔憧れてたその堀江さんというかライブドアの堀江さんっていうところの幕は人一生落ち降りたかなっていうまあ直接会ってんだよね昔だったら絶対会えないと思うんですよ それはそうですよねライブドアでガンガンやって球団買収とかねなんかそのいろいろ動いてるときに鹿児島の公演なんか絶対ないので <laughs> だからまあ直接このあの時憧れてた人にこう会えたっていうところで一幕、まあ、普通昔だったら絶対ありえないこと多分絶対ここも絶対だと思うんですねうんだって東京でガンガン動いてて鹿児島で公演するなんて悠長なこと言ってられるような時期じゃなかったと思いますんで。 そうだ昔絶対なかったことが今起こってるわけですからねそれもなんか面白いなと思いますねう、うん、だから僕はまあそ,のそ,そこのイメージがある堀江さんに直接こう壇上からそういうふうに言われたあのなあ言われたっていうことだけでも価値があると思うし逆に言うとそんだけズバッて言われたんで印象にも残るしこれからも。 多分ネタになんかいろいろ出るだろうし <laughs> あの時仮に普通に堀江さんそうだねこうじゃないって言われたら多分インパクトなかったと思うんですよねあの眼光であの,だだあの壇上の上からあの眼光でね君意味あんのそれ聞いてみたいな <laughs> やっぱ忘れないですよねあれは怖かったっすもん本当に <laughs> めちゃくちゃ怖かったっすね 本当震えたんで、うん。やっぱあの威圧感はやっぱまあ多分こ,のここの立ち位置の視点で話してるのと話してるまた受け取り方変わったと思うんですけどあの光り輝いてる卓談からこのなんだろうなグワーみたいな感じで見られて、まあ、すごく僕は感じるものがありましたね、まあ、逆に良かったなっていう。うん だ僕もその司会進行の方に事前にあのどんな質問をしますかって言われてまあこういう質問をするんですって言ってねいやーそれをその質問すると堀江は多分意味ないとか言うと思いますよって言われてたんですよでその時にあこの質問したらそう返っていくんだじゃあ違う質問しようってしてたら多分違う風になってたしうんまあとりあえず僕はこう聞きそれを聞きたいって 思って参加したので司会進行の人に「いやその子それは」って言われても、まあ、それで来たんでね、まあ、とりあえず聞きましたけど、まあ、その通りになったら面,面白かったなっていう <laughs> 事前に一語一個ほぼ一緒でしたからね <laughs> だから司会進行の人はずっとやっぱ堀江さんとそのまま多分ね全国公演回ったりとかいろいろ多分身近でやってると思うんで一番理解してるんじゃないかなと思いますけど。 な感じですかね。いってらっしゃい。